池の硫黄を詩蝶蝶を取りクロードろの高刈りの北野に狩りつかまつれる鳥一つ貝を右の助捧げて神殿の東よりお前に入れて見端の左右に膝をつきてそうす大きい音と大瀬ごとたまいて 長じておものに参る御子たち神立名などの御恩もけも珍しき様に常のことどもをかえて都合を祭らせたまえり皆御恩永になりてくれかかるほどに学祖の人めすわざとの大学にはあらずなまめかしきほどに天井のわらは 天上のわらわべま舞わわつ子をまつる菅作院の紋二のが例の古事おぼしいでらるお音お音というものをそうするほどに大きい音どの音音語のうばかりなるせちに面白をまううちのど、お音ぞ脱ぎてたもう 大きいおとどおりてぶとうしたもんあの陰菊をおらせたまいて正外派のおりをおぼしいず色勝るまがきの菊もおりおりに袖打ちかけし秋を凍うらしいろ勝るまがきの菊もおりおりに袖打ちかけし秋を凍うらし音おとどそのおりは同じ前に立ちな並び聞こえたまいしを 我も人には優れたまえる見ながらなおこの紀はこよなかりけるほどおぼし知らるしぐれ折り,りが顔なり紫の雲にまがえる菊の花濁りなき世の星かとぞ見る紫の雲にまがえる菊の花濁りなき世の星かとぞ見る時こそありけれと聞こえたもう その池の魚を紗しょが取ってクロードどころの高貝の北野に狩りをつくつくをまつれる鳥一つ貝をクロードどころの高,りい高貝の者のが北野で 狩りをして捕らえた鳥の一つ貝を右のこの F の少々少々ですから「すけ」ですね大小が「神」。 神殿の東よりお前に入れて神殿の東の方からお前に進み入れてそしてその神殿の左右にひざまずいて献上のよしを す政大,大臣が帝の仰せ事を サウの少少、つ池の上をたてまつったサコンエの少少、それから高がりで得た鳥をたてまつったウコンエの少少、この二人弓肩の仰せごとを伝えて、で長じて お物に参る、料理をして御前に、えー、差し上げる巫女たち、えー、帝についてきている親王たちあるいは神立名などのそれぞれのお恩儲け 午前調理した御前なども大層珍しい様子で常のことどもとこの度は趣向を変えてお務めなされた。 皆鋭意になりてすっかり酔った状態になって酔い深くなって辺りが暮れかかる頃に辺りが暗くなり始めた頃に学祖の学人などをお召しになったいよいよ学が始まるわけです。しかしそれもわざとの大学にはあらず。 わざわざの大岳の形にはしない名前化しきほどに天井のわ蕨舞いつこうを祭る優雅な感じがする程度に 楽を演奏して、それに合わせて天井わらわ天井に仕えている帝のおそばに仕えているわらわべたちいずれも貴族の師弟ですねその天井わらわが、えー、舞をご奉仕申し上げた。 ここで、えー、また階層が、えー、入るわけですが須雀院の紅葉の画例の古ごとおぼし出らるこれはやはり若い源氏の見事な舞を 演じた。読者の記憶に非常に。深い印象を残している場面ですね。キリストの見方がまだ。在中のことです当時の上皇須雀院。上皇の須雀院で催された、その紅葉の画の。席で。 今ここにいられる須雀院は当時東宮だったわけそして源氏は中将でその見事な前の姿が人々の心に深い印象を残している。 そして読者にとっても記憶の深い場面ですね。そしてこの今こんなふうな思いで源氏に対して心を悩ましていられる金城天皇霊勢の帝は実はその翌年の2月に 富士坪が生むわけですね。ですからツ坪の帝の執家でその置き先の富士坪と光源氏との間の三つ事件が起こる、うん、ちょうどそういう時のまた 木光源氏のなんとも人々の心に深い印象を残す晴れの場面であったわけです。その朱雀院の文次のが例の古事おぼし出でらる。 蛾恩というものを奏するほどに蛾恩というのは王の音徳を祝賀する舞のことなんですが、えー、その蛾恩というものを演奏する折にそれに合わせて大政大臣の おとご、一番末っ子ということでしょう。うん、一番末っ子の党ほどになる子供が、うん、それにあが額に合わせて大層趣深く舞う。その前が終わってのち、 帝がお召しになっていらっしゃった置物を脱いでそして預け物としてお与えなさるご褒美にくださるわけですねそれでまた父の 大,大臣が降りて舞踏をしたもう、うん、お返しの舞を庭に降りてまたこれはその一曲の舞というよりはお礼の背舞ですね。 丁重、えー、なお礼の意を表す背部の形をなさる。主の院源氏の君は庭の菊を折らせなされてもちろん人をして折らせなされて。 あの紅葉の蛾の時に若き自分が待った生涯派の織を思い出されるそして色勝る間きの菊も織々に袖打ちかけし秋をうらし 色勝間垣の菊これはあの新しく大政大臣になった内大臣あるいは昔の唐の中将その人に対しての,あの祝いの歌ですね「色勝る間垣の菊も」も今度は新しく 暗いが進んでいっそ色が勝って見えるその間書きの菊のようなあなたもお料理には袖を打ち掛けし秋を凍らし袖をお互いに 打ちかけてあの秋の舞を待った紅葉の蛾の眉を待ったそのことをお思い出しになっていらっしゃるでしょう。思い出して恋しいと思っていらっしゃるでしょう。 だ大乗大臣に対する思いで歌ってるわけですね。「おとどその折は同じ前に立ち並びこえたまいしを我も人には優れたまえる見ながらなおこの牙はこよなかにけるほどおぼし知らる」。大乗大臣も あの時は同じ前に源氏の君と二人立ち並んでお勤めしたことだったがその弟自身も人には優れて勝っていらっしゃる身の程で終わりになりながら。 なお、この際はこなかりける。この際っていうのは言うまでもなく現の君ですね。そんな自分よりもやはりこの方の身の程はこの上もないことであったということがよくよく 思い知られることである折しもしぐれが折を得た感じで降り始めてきた紫の雲にまがえる菊の花濁りなき夜の星かとぞみる紫の雲ってのは の実に、そのシンボルのようにして出る紫の随運尊い世のシンボルのような紫の随運ですねそれにその雲に咲き交じる菊の花は この菊の花に現状を例えて返し歌を歌ったわけですね。その菊の花濁りなき世の星方を見るこの濁りのない素晴らしい忍者の星,だ星としてお見受けすることです。 ののの世のシンボルのような紫の雲に咲き交じっている菊の花はひときわ見事に咲き交じっている菊の花はすなわち源氏の君あなたは濁りない巫女の星のようにお見えになることです。 またここに弾き歌を使って「時こそありけれ」これは古今集の秋の巻の平の貞文の歌ですが「秋秋を起きて時こそありけれ」「菊の花うつろうからに色のまされる」「色のまされば秋を起きて時こそありけれ」「菊の花 移ろうろからに色飲まさればあの秋を差し置いてまたもう一度盛りの時があったのだ菊の花うつろうからに色飲まされば菊の花が色が変わっていくにつれて その美しさが勝っていくのを見るとさっきも言いましたように菊の花の少しこう色移ろう時の趣が当時の人々にとっては一層美しいものに感じられたわけですね。その古今宗の歌の古歌 秋を起きて時こそありけれ、ね、菊の花がうつろうからに色のまさればというその歌の心をここへ引いてきてで、時こそありけれと申し上げなされる。だから、のの大大臣の 位が昇ったことにかけて昔あの紅葉の画の時に踊り交わしたそのことを心に持って、えー、歌ったのに対して大乗大臣がこういう形でまた源氏を 讃える歌を作ったわけですね。名残なき世の。星かとずみる。というふうに。言ってるわけで。名残なき世っていうのは。名残なく。素晴らしい。この。理想的な。みよの。星のようにお見えになる。と言ってるわけ。 源氏物語の時代の人々にとって一番こう近い世の理想の時代っていうのは宇田大吾の実を非常に世が穏やかに収まってそして帝がご立派で世が豊かであった。 うん、その時代ですね、うん、それが少し時代が下った紫式部の時代には理想の時代であるわけです。やはりそういう時代を心に持って、えー、その時代の再来のような感じで、えー 今のようこの源氏の光る源氏の時代を書いているわけですね。それから繰り返しこの源氏の若かった頃の紅葉の蛾の生涯派の舞それがこんな時にまずまずと思い出されるわけ同時に それからの長いようで短い時の経過ことに光源氏と今は大乗大臣になった昔の唐の中央との境遇の変化そのことがまたつくづくと思われるわけですね。ただ単にその、 二人の個的な境やっぱり思い返してみると大宮を中心とした左大臣家その大宮の姫君である葵の上が源氏の最初の妻になってそして左大臣家が源氏の後ろ盾のような被護者のような形で 母親のない光を大事にかけけてて盛り上げていくわけですね。そして、えー、その左大臣家の,娘あの息子である唐の中将と無二の親友としていろんな場で <laughs> 同じようないたずらをしたりあるいは同じような生の場で競ったりしてきたわけです。それが だだんだんとこの二人の境遇が位が上がり大きな責任を持つようになるにつれて、えー、深刻な場面も現れてくるあるいは、えー、かつての唐の中将、その人の性格のなんか少し辺境なところ意固地なところも だんだんとこう表に出てくる一方では光源氏の境遇というものが非常に大きな変化を持つねライバルの方の右大臣系の方が、うん、光源氏に対するライバル意識 敵愾心みたいなものがだんだん露骨になっていく。しかしその中でたった一人。源氏に心を寄せてくれるのは朧づく夜のないしの神。にのちになる、うん。あの。姫君です。しかしその。朧づく夜のないしの神との事件が。原因になって。光源氏は。 ま、さらには明石へ流されるような形で遍歴していかなければならない非常に不遇な時代が訪れてくるその原因にもなっていくというふうなことですね、うん、こういう筋立てっていうのは実にこう複雑でありながらある必然性を持っていて、うん、緻密な デテールを持っている小説だという感じがしますよねまあそういう曲折を経て今こんな形でもう源氏は天使に準ずる形で大きな人物になっている唐の中将も 大乗大臣にまでなっている。それから二人の間に生じてきた一番大きな違いは、党の中将の方にはたくさん子供が生まれる。男の子も女の子もたくさんあるわけです。光源氏には表向き実施になっているのは二人しかない。 そこのところが、まあ、勢力関係の上ではかなり大きな違いになっているわけですけれどもねただあの養い子養女の形の娘が二人あるわけですね。一人が秋子の夢中で、これは かつてのあの怨念を深き、えー、年上の女性であったおそらく葵の上よりもさっきから関係のあったはずの六条の宮んどころの忘れがたみ後太子のまま亡くなってしまわれた。 方と六条の宮淀どころとの間の子供ですけれどもそれを、うん、自分の娘分にしてそしてやがて中宮にその方がなって、えー、六条の屋敷で紫の上に次ぐ大きな力を持っているもう一人は唐の中条とそして 五条のあたりで光源氏が巡り合ったあの女性との間に生まれて玉頭という非常に不遇な境遇を持って成長していった女性ですけれどこれがあんなふうに九州まで遍歴していった後二十歳を過ぎて都へ戻ってきてそして 光源氏の養女のような形で娘の形で光源氏の娘の形で引き取られるこの玉桂との源氏との間の感情の在り方ってものは非常に複雑であり源氏にとっても苦しい何とも心を引かれる娘として引き立てていこうとする表向きの心とそれから 自分の重いものとして、えー、手元に置いておこうとする好き心と、入り混じった形で源氏を悩ませるわけですね。しかしそれがどうなることかと思っていると、あそこのところをね、抗議しててもなんか、こっちの心苦しくなってくるようなところだったんですけど、 突如としてひげ黒の大将っていうのが現れてきてさらっていくわけですが実はそれは源氏が玉頭をああいうふうにして扱っていることにんなんか脇から心穏やかでなかった唐の中将。 今内大臣になってたわけですその内大臣の画策があってそしてヒゲグロが玉頭をもう暴力でもって奪い取るような形で妻にしていったわけですね。しかしそれも考えてみると。 でも源氏にとっては大きな流れの中では、うん、収まるべきところへ収まった感じがする、うん、そのためになんか源氏が非常に大きな傷を負ったり失脚したりするっていうことは結局なかったわけです。そして今 霊勢の帝が源氏が実は我が実の父親であるということを分かっていてそしてあのこんなに心悩ましていられるしかしそのことも世間には出ていない帝と光源氏その人との だけが知っている。もう一人の藤壺はもう亡くなってしまっているそして、えー、源氏はもうこの上ない進化としてはもうこの上ないところまで絶頂を極めているというふうなところなんですね。ある意味では、 この藤の場の藤裏っていうのは、ここでこの物語が終わっても何のアンバランスな感じも残らないと言ってもいいようなところなんです。